じゃあ行きまーす。Sea's breezy, sky's blue. We cannot wait. What we're waiting for? Dreams come true. Dreams come true. Dreams.時刻は13時を回りました。ようちゃんのオープンハートチャンネルの時間です。この番組のお相手はオープンハートから心メンタルセラピスト城間陽子、ようちゃんです。よろしくお願いします。この番組ではオープンハートカラーカードを使ってですね、楽にコミュニケーションを楽しんじゃおうっていう番組です。メッセージコメントも募集していますので、どうぞよろしくお願いします。メールアドレスは797@fmginowan.com ロットコムです。ロットコム。また、サイマル放送も始まりました。スマホの場合はアプリ、レッスンラジオ、またはマイチューナーラジオで FM ギノワを検索して聞いてくださいね。よろしくお願いします。出だしからちょっと間違えちゃいましたね。はい。いつものあれなんですけどね。はい。はい。はい、じゃあこれからですね、私のお相手をしてくれる FM ギノワのスタッフの可愛らしいマナミンです。よろしくお願いします。はい。もう出だしからちょっとね、はい、噛むっていうかね、噛んでしまいましたね。はい。そうです。あのね、ロットコムはいいんだけど、はい、初日のね、気づいた方いるかな、うん、初めての放送で、うん、初めての放送もね、もちろん収録だったんですけど、はい、このね、収録でね、お友達から終わった後に、うん、一応私気づいてたことがあるんですよ。うん。うん、で、それに、気づいてほしくないなって思ってたら、メッセージが来た友人から、面白い、陽子さんらしいとかって言って、何があって言って、何がじゃないけど、それがなんと、797、アットマークを、アットマークなのに、アットホームですとか言って、797、アットホーム、FM ギノワンって言ってたんですよ。はい、うわー、気づかなかった。よっか。だから、絶対マナミンが、その最初の収録の日にそれを訂正しなかったから、うん、気づいてないと思ってたんですよ。だけど自分は、やばい、はい、アットマークって、アットホームって言ってるよとか思って、それにやっぱり友人が気づいて、すぐ LINE をくれて、はい、わーとかって言って、アットホーム面白いとかって言われて、さすが、ようちゃんとか言われて、はい。はいね、はい、こんな感じで今日はちょっとね、うん、はい、噛んでしまいましたけど、はい、まあお許しください。まあ、もしかしたらね、これが何度かあるかもね、そういうことが。はい。では早速ですね、今日もですね、はい、このオープンハートカラーカードを使ってですね、まあラジオなので見えないと思うんですけど、私の目の前にハートのカードが、11色の55枚あります。はい、11色のカラーカードで5枚ずつ。で、赤、黄色、オレンジ、グリーン、ブルー、ロイヤルブルー、で、紫、ピンク、マゼンタ、黒、白ってあります。そのね、11色のカードが、5枚ずつで55枚目の前にあります。その55枚から今日ですね、今ですよ、マナミンが今気になった色は何色ですか？今ですよ。今ですよね。あ、はい。先週多分、うん、先週はマゼンタを選びました。それの、薄い、うん、薄いバージョン、はい、ピンク。じゃあピンクで、はい、ピンクカラーですね、今日は。はい。じゃあね、ピンクカラーで、一応5枚あるので、はい、じゃあ右から、右ね、はい、こっちから 1番目って数えましょうね。はい、1、2、3、4、5。はい、5枚あるので、はい、何番目の。3、4、5。4番目、こっちね、はい、4番目だからこっちです。そうです。あはい、これね、質問がみんな違うんですよ、はい、で今日のマナミンが引いた質問が、
あなたはあなたが好きですか。すごい。あ、そんな、はい、なるほど。マナミ、どうですか。でも私正直でもあんまりなんていうんですかね。うん、何？そこまで、うん、なんか好きではない方に入るかもしれないです。自分が好きですか好きじゃないですか出たら。うん、好きじゃない。そうなんだ、はい、でもね、やっぱりね、そう、まあ、これまでセッションを、まあ、何百名からしてきた中で、やっぱりこの質問にね、やっぱり、分かれるんですよ。好きじゃないとか、でもね、はっきり好きっていう方は、もう素晴らしい。素晴らしい。自分自身を、やっぱり軸っていうか、ぶれない軸を持ってるんですよ。だから自分が好きっていうね、はい、私も最初は自分が自分なんか嫌だ好きじゃないって思ってた時期っていうのがあるんですよ、やっぱりね、最初はね。でも今はもうあれのままの自分だから、うん、あれのままの自分を認めるしかないからって思ったら、はい、世界に一人しかいないので、はい、やっぱり、うん、そう、自分はもう世界の一人しかいないので、はい、じゃあそこからやっぱり自分を好きにならないと、うん、自分に とってやっぱりなんかね、いろんな面で、自信とかいろんな面で、はい、ほら、自分を信じるって自信じゃないですか。そうですよね。それやっぱり自信がないないって言ってた頃っていうか、やっぱり好きじゃない自分もいるし、うん、喜怒哀楽の、やっぱり激しい自分の感情の、ほら、浮き沈みって人間誰でもあるんじゃないですか。うん、はい、それをやっぱりマイナス思考の自分を見た時にすごく落ち込んでいた時期ってあるんですよ。うん、はい、まあ今もっていうかね、たまにあるんだけど、うん、でもやっぱりそんな時は、なんていうのかな、受け入れる、うん、あ、これも私なんだって受け入れちゃったら、なんか今もう私一人しかいないんだから、うん、好きになっちゃおうっていうかね、はい、私は好きですっていう感じで受け入れてます。自分を許すみたいな感じです。そうそうそう、だってマナミンってさ、はい、世界に一人しかいないんだよ、うん、マナミンと同じ人いるかな、世界中探してもいないでしょ。それなりにさ、自分がさ、え、嫌いとかなんとか言ってやっぱ寂しいよね、うん、あ、でもそう言われてみたら、そう、だからやっぱり自分は自分なんだよねって受け入れる、うん、それをその時から、うん、まあなんていうのかな、やっぱり自分は自分一人なんだって、はい、じゃあ自分がなんで好きじゃないのかなとかってね、向き合ってみるといいですね、はい、なんで好きじゃないのかなとか、なんかね、自分の中で、え、なんで私自分が好きじゃないのかなっていうのには、うん、やっぱり何かあると思うんですよ。自分のほら、まあ、性格っていうか、いろんなものにやっぱり向き合ってるっていう、でも証拠でもあるんですよ、うん、これって。素晴らしい。だから最初はみんな嫌いでもいいんですよ。はい、そこから自分を向き合って、向き合って、好きになっていく自分を探すっていう。あ、好きになったっていう。私がそうだったから。自分嫌い嫌い嫌いって、もうずっともう言い続けるって思ってたことが、やっぱりね、まあ、ここでまた言うんだけど、年を重ねるにつれて、自分を好きになる。そう、もう若い時はね、多分ね、そう、あ、うん、自分はどうかなと思いながらも、うん、でも年齢を重ねるうちっていうかね、いろんな体験経験をするうちにとって、はい、やっぱりその中で、やっぱり、あ、自分は一人しかいないんだよね、うん、とかってなって、あ、自分を受け入れるしかないと思ったら、うん、あ、好きになっちゃおうっていうか、好きでいられるっていうのが、そう思う時がじゃあ、そう、絶対来る、絶対来るっていうか、はい、好きでいいよ。実際こうセッションをそうやって何年もやってるって言ってたじゃないですか。はい。っていう中でやっぱりじゃあそうやって変わっていく人もたくさん見てるんですか、うん。あ、います。今みたいにね、はい、あれなぜ好きじゃないのとかっていうと理由を言う人もいるんですよ。うん、自分のやっぱり弱さとかをね。はい、でもね、これ弱さを知らない人に言うってことはすごいことなんですよ。要するに自分のことを知ってるんですよ、うん、自分の中にあるマイナスを人に言えるってことは自分と向き合ってるってことなんですよ、うん、でそれを私聞いてて、そうなんだ、でも今すごい言えたねっていうか、すごいね、自分の弱みもやっぱり知ってるんですねとかって言うと、うん、ってか、あ、そうですとか、うん、あ、話ができたとかって言うんですよ、うん、そうなるとなんかわかんないけど、その時点で、うん、なんか自分を受け入れていいんですよねって、うん、勝手に自分で答え出しちゃってるんです、はい、相手の方がね、あ、それ私なんです、その弱いところも私なんですよとかって言って私も認めるから、うん、認めるっていうか私も受け入れて、はい、あ、そうなんですね、そんなところがあるんですね、うん、でもいいですよねとかなんとかって言ってるうちに、うん、この人もなんかわかんないけど、うん、あ、自分なんですね
ってなるんですよ。これね、すぐはちょっと答えがね、出ないかもしれないけど、うん、このいろんな話じゃないけど、中にある自分と向き合う、うん、向き合いながら、自分がなぜ自分が嫌いって言ったのかとか、うん、で、そこにはやっぱり理由があったり、うん、理由がなくても、なぜか自分は好きじゃないっていう人もいるかもしれないけど、うん、でも必ず好きじゃないっていう理由は何か持ってると思うわけね。うん、すぐは言えなくてもいいんだけど、はい、でも大体それを時間かけてやっていくうちに、うんうん、自分を受け入れている自分がいるのに気づくというか、うん、はい、あ、そうなるとた時に、はい、あ、なんか自分いいんだよね、うん、自分はそれそのままでっていうか、うん、あ、受け入れようとかって、うん、弱みも受け入れる自分がいるっていうか、はい、あとは自分を好きになるようにしますっていう宣言をする方もいるんだけど、うん、しますっていうよりも、うん、普段の自分と向き合うことによってで、やっぱり自分の中の自分を知るっていうのが一番大切なことかなと思う。だって弱み、あ、自分はなんか、はい、なんか 人、うん、人が嬉しいこともなんか嬉しいと思わない自分がいるよなっていうのも自分なんですよ。あ、それもあ、だから自分だからいいじゃんそれで、いいじゃんよって感じなんですよ。そう、例えばみんなと同じで、じゃなくていい。そうそうそう。だって人ってさ、みんなと同じだったらつまんないじゃん。うん、ね、はい。だから、なんかそれも個性だから、うん、なんかすごいなって思うよ、うん。思うっていうか、いろんな人がいていいよねって思うと、はい、なんか、いいじゃん、うん、っていう感じに、いいじゃんっていうか、勝手にね、なんか本人も、ね、あ、そっか。そうだよねみたいな感じで、なんか自分の中にやっぱり時間、うん、自分が好きになる時間がかかるっていう人もいるかもしれないけど、うん、でもそれは自分と向き合って自分を受け入れて解決っていうか、うん、受け入れた時に、うん、私は一人しかいないって、うん、それでいいと思いますって感じで、うん、なんか同じこと繰り返して言ってますね、はい、今、はい、そんな感じです、ね、なんかこんなまさかあの質問ド直球な質問が出てくる。だから面白いんですよ、はい、このオープンハートは。はい。ここで一曲いきましょうか。はい。はい、じゃあ今日の一曲は小田和正さんの君住む町へです。聴いてください。すごい、同じこと言ってた。コメント来てます、あの、元気な女性ですねってありがとうございます。今コメントにありがとうございますって言っても、あ、聞いて、あ、大丈夫な、あ、今じゃあ大丈夫、コメントと話して、あ、すごい、秀樹さんっていう方かな、秀樹さん、秀樹って、いや、知ってるか、名前合ってるかなと思って、だからね、今、あ、秀樹さんありがとうございます、こんばんは。元気な女性っていい、元気な女性ですね、元気っていうか、ありのままですの、これがヨーカンさんのありのままってことですよね。すいません、秀樹さんもね、自分のこと好きかな、うん、ね、ですね、もしよかったらね、またコメントください、ありがとうございます。嬉しいね、生でもこんな風に今聞いてて、あのコメントがやっぱり来るってことはすごく嬉しいです、ありがとうございます。あとでね、後半にピンクを選んだこのピンクの意味をね、ちょっと伝えていきますね、はい、この歌もいいでしょ、小田和正さん、そう、小田和正さんも好き、あ、みんな好き、あ、みんな好きっていうか、曲を流すのやっぱり好きな曲だから、そう、今日は何を聴こうかなと思った時に CD で、あ、なんとなく小田和正さんだなと思って、こっちに移動する時に聴いてて、でその時にこの君住む町へっていうね、うん、やっぱりなんかいいなとか思って、3回繰り返して聴いた。ここで16番とかじゃあこの曲にしよう今日はとかって思って、そういいよねこの曲も、っていうかね、小田和正さんの、そうそうそう、あのコンサートを2回ぐらいかな、沖縄に来た時にもう聴いて、うん、アリーナに行った。アリーナ、うん、あ、向こう、そう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 。あ、違うよ、沖縄のアリーナ。え、あ、アリーナって言う？アリーナじゃない。沖縄のアリーナって言うよね。
そうそう、あそこでコンサートした時に、そうそう、保険会社のあれだったかな、あ、そうそう、それでちょっと行って、そう、よかった。その前は、コンベンションセンターの海浜公園でやったわけ。そう、それは最初で見た時の、あの時、うん、うん。夫婦2人で仲良し、お母さんと2人、お父さんとお母さん2人で、そっか、いいね、私はお友達と、そうそうそう、行ったから、いいね、もしかしたら同じ、あ、ね、同じ会場にいたかもね。最初がコンベンションセンターの海浜公園で、2回目か3回じゃないね、私2回しか見てないのか、そう、アリーナね、そう、あの、なんよかったですよ。おー、すごい。よくほら、今あの琉球キングスがバスケでやったでしょ、そうそうそう、あれを見るために私勝手に小田和正さんのコンサート行ったことしか思い出さない、自分がいるっていうのが怖いあ、お母さんは琉球キングス見るだよ、琉球テレビで、あ、小田和正さんのコンサート会場だって言ったら、もう家族が何しろけそう、もう私はお腹様の、あー知ってる歌だーとかなんて聞いてる一人であ、そっかってどういうそっか自分が好きなのか、それともそっか、あれ何なんでしょうはい、はい、曲が終わった後に CM ね、はい、これあ、夢ルームソングが流れて、で後半始まりますっていうイベントね、はい、わかりました、 OK です。 CM の時は話はしない方がいいんだよね、黙って聞いてた方がいいんでしょ、あ、かぶらない CM と声は、あ、大丈夫か、はい、わかりました、曲が結構長かったね。そう、長かったかもしれない。うん。でも曲って5分でしょ？多分5分ぐらいだと思うけどな。うん。長かったかな、少し。はい。はい。CM を聞いてくださいなんて言わなくていいんでしょ、はい、CM ですって言わなくていいんでしょ、あー、びっくりした、私が CM の宣伝もしないといけないのかなと思ったいやいや今募金のあれなんだね、そっか、後半に日曜日か、3月1日の金曜日の11時半から生で、あ、で生でも同じだから、メッセージをすぐもらえ、あのコメントとメッセージ、をよろしくって感じで言えばいいのね、はい、あ、高坊さんって誰かわかんないけど、こんばんこんばんあ、そりゃそうか、sky is blue we cannot wait what we're waiting for dreams come true dreams come true
ヨウちゃんのオープンハートチャンネル後半をお届けいたします。はい、はい、もうあっという間に残り番組6分になりました。ね、そうですよね、はい、なんかいつも早いなって、はい、なんか賞味26分だよね、うん、ですけど、はい、26分ってなんかあっという間ですね。ですね。ね、さっきね、マナミンに質問で、はい、あなたはあなたが好きですか、はい、マナミンの答えは、うん、いや、あまりと言ってましたけど、まあ時間をかけて自分と向き合って好きになってください、はい、ということで。で、あとね、ピンクをね、はい、選んだ今日のね、マナミンのこのハートのね、はい、意味、あのピンクの色彩心理効果ってね、あの色にも意味があるんですね、うん。それをじゃあちょっとキーワードでお伝えしますね。はい、ピンクはね、無条件の愛であったり、女性性、うん、あとね、やっぱり優しさ、はい、愛情とか可愛らしさ、あとね、はい、新しい出会いを求めたい時もピンクを選ぶんですよ。先週ねマゼンタを選んでちょっと繋がっちゃいましたね。ね、マゼンタを選んで、はい、そうそうそう、あなたの5年後はです、はい、そしたら結婚したいっていうマナミンの答えが、はい、うん、今ピンクとね、はい、今日はね、はい、1週間後の、うん、あのマナミンのピンクを選んだらね、はい、あ、新しい人の出会いをね、なるほどというか、あとやっぱり女性性だね、はい、女性性であったりとか、はい、可愛い感じのあれなので、でやっぱりあの愛らしいっていうか新しい出会いを求めていると、あとね自己愛で、はい、あとはやっぱりあの質問と同じように自分が好きになれなかったりする、肯定不定したりとかするっていうね、あの意味も あってして甘えベタでもあるんです、甘え上手な女性もいれば、ピンクで甘えベタな人もいるんですね。どっちかというと私も甘えベタではあるんですよね、はい、じゃあ一緒ですね、多分私も甘えベタマナミンともしかしたら似たようなあれもあるかも ね今若いから自分好きじゃないって言えるかもしれない、はい、年齢を重ねていくと、はい、絶対好きになる、はい、好きになった時の自分を認めてあげて、はい、じゃあ時間をかけて、はい、時間をかけて好きになってください、はい、自分がね好きになった時は、うん、本当に、まあ、全てっていうんじゃないけど、はい、周りの人たちもすごく受け入れやすくなるし、うん、自分の中でやっぱり人をね見る目っていうか、うん、それもちょっとね感覚的に変わってくるかもしれない、はい、うん、なんか面白いですよ。いろんな喜怒哀楽の人をいても、はい、なんかあの嫌いなタイプっていうわけではないけど、うん、なんかそれもなんだろうな、受け入れる自分がいるっていうか、うん、素直に、あ、なんかこの人のこんなところ嫌いだけど、まあ、いいか、はい、でもこの人はこの人なんだっていう、なんか、なんていうのかな、うん、受け入れるっていうか、はい、別にそんな嫌いっていうわけではなく、あ、この人はこの人なんだねって。なんか難しいかもしれないけど、はい、言ってみるからか。はい、こんな感じでね、はい、ピンクはあなたはあなたが好きですかっていうね、マナミで、はい、ね、あの視聴者のねリスナーさんも、はい、あなたはあなたが好きですか、ね、ちょっとね自分と向き合ってみてください。もう残りあと2分ちょいになったんですけど、じゃあここで嬉しいね、嬉しいっていう情報でもないかもしれないんだけど、いや嬉しいです実はですね、はい、あの今日は今あの収録なんですよね、収録放送が日曜日の1時に流れるんですね、うん、この放送が今撮ってるもの、はい、でもそれが3月1日の金曜日の11時半から26分まで、はい、11時半から11時56分まで、うん、56分は生放送で私のようちゃんのオープンハートチャンネルが、はい、生番組になります。はい、いや、おめでとうございます。パチパチパチです、ね、はい、なのでね、日曜日に流れるこの今の撮ったものは収録放送になって、うん、生では金曜日の、はいはい、11時半からになりますので、はい、もしよろしければ、ね、その時もまた聞いてくださいね、生で、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、はい、コメントで、高穂さんからも拍手が来てます。 ありがとうございます。金曜日 あの生放送もよろしくお願いします、ね、来週から生放送です。はい、はい、そしてアヒフミさんからも、こんにちごっくんちょ、56ですが今の自分大好きです
昔は嫌いだったけどねって来てます。あ、一緒で一緒だ。やっぱり年をね重ねたから。年を重ねると自分が好きになるっていうね。ひふみさんはね、先週もね、あのすごくコメントくれて、はい、うん、でいつかまたあの一緒にゲスト出演コラボができたらいいですね、はい、でもすごい56歳、あ、頑張ってますね。私もそれ以上に頑張ってるけど。お互いに頑張っていきましょう、はい、うん、でコメントくれた高坊さん、秀樹さんから、はい、秀樹金子さん、そしてひふみさん、ね、どうもありがとうございます。じゃあまた来週ですね、はい、来週お会いしましょうね。お相手はオープンハートから心メンタルセラピスト白間陽子、陽ちゃんでした。あと FM 技能1の可愛らしいまなみんでした。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。良いひとときを。またね。We cannot wait. うまいんだったら、ちょっといいタイミングで今あれだったね。先週かぶっちゃったもんね、曲とあれがね。でもよかった。はい、ありがとうございます。コメントくださった皆さん、ありがとうございました。あ、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。